渋谷スクランブル交差点を歩いている皆様、はじめましての方ははじめまして、桃瀬成美です。そうでない方もはじめまして、三藤弘隆です。そうでない方はお久しぶりです。いやー、壮観ですな。宮益坂がよく見えるね。そうだね。うわー、今日も人でいっぱいだよ。人がゴミのようだ。お宅に恋は難しい3巻、本日12月23日に発売。皆様の応援と我らが同志の応援により、おかげさまで本日の重版でシリーズ累計300万部達成、ありがとうございます。これからも応援のほどどうぞよろしく。せーの、一人者。え、いいのこれで。いや、よくないだろ。せっかく渋谷来てるのに、いつもとやってること同じだよ。つってももう言うことないしな。持ち時間何分だっけ？3分。結構あるな。じゃあ別バージョン撮ってみる？別バージョン？ちょっと準備してくるね。嫌な予感しかしないんだが。はい、どうも。どうもどうもどうも。お宅に恋は難しい第3巻ということでね、本日これが発売となりましたわけですけども。はいはい。どうですか、ひろたかと。いやー、どうですかと言われましてもね、俺としては渋谷の真ん中まで来てどうしてこんな漫才みたいなことやってるのかがよっぽど問題なんですけどね。しかし、ようやっと3巻ということで、なんと累計300万部だそうですよ。はー、300万部、そりゃすごいね。もっとくに実感なくなってて、どのくらいすごいのかわからないよね。具体的に言うと、本棚に背拍子を立てていって300万部だと、神奈川方面だったら横浜くらい、千葉の方なら幕張くらい、埼玉方面なら埼玉市内あたりまで行ける。お前の瞬時の計算能力の方がすごいわ。みんなの家にも届くかな。お、いい締めだね。クリスマスだけにね。クリスマスプレゼントに、お宅に恋は難しい3巻がもし届いたのなら。身内にオタバレしてるぞ、気をつけろ。とまあそんな感じで。どんなだよ。お宅に恋は難しい3巻、よろしくお願いします。また紙面でお会いしましょう。待ってるよ。せーの、一人者。よしよし、時間的にもいい頃合いじゃないかな。次は新宿のアルタビジョンでもジャックしに行きますか。おお、いいね。てか、ほんと一人者の広告力とんでもないな。恐ろしい子。